皆さん、こんにちは。私はね、今、八王子駅にね、起きてるんですがね、もう今回はね、もうこれね、頭おかしい切符をね、これね、作ってもらおうと思います。っていうのはね、こう、八王子からね、まあこれね、中央線高尾、それでね、この高尾から京王線でね、まあこれね、京王八王子まで行く切符っていうのをね、これマルス券でね、発行してもらおうと思うんですね。で、これね、今の聞いてね、マルス券ってなんだってね、思われた方ね、まあいるかもしれませんがね、マルス券っていうのはね、まあこれ JR でしかね、まあ、こう発見できない切符で、まあ、こういう切符のことをね、まあ、言うんですがね、まあ、これね、今回はね、このマルス券で、ね、まあ、今言ったような切符をね、発見してもらおうと思います。でもこれマルス券っていうのはね、まあ、基本的にはね、JR 線内でしかね、切符しかね、発行できないですからね、まあ、今回は私が行ったルートにはね、京王線もね、まあ、含まれてるわけじゃないですか。でもこんな切符発行できるのかなってね、思われるかもしれませんがね、まあ、これね、実際できるんですね。まあ、なんでね、まあ、今からね、私はね、まあ、こう実際に、ね、そういう切符をね、まあ、買ってみたいと思います。実際にこれ私はね、これね、券売機のところでね、やってきました。で、まあ、これね、運賃表なんですけどね、まあ、これね、京王八王子って文字はね、ないんですよ。まあ、それは当然ですよね、もう JR のね、まあ、路線ではないわけですから。まあ、ではね、まあ、これね、このね、指定席券売機のね、乗り換え案内で、ね、まあ、ちょっとやってみようと思うんですけどね、まあ、これね、甲子駅のところね、まあ、これね、これ、K はどこだ？京葉っていうかね、打とうと思ってもね、これまた別の駅がね、出てしまうんですよ。で、まあこれね、まあここじゃないんで、まあ取り消して、まあおーってやるんですかね。まあこれね、もうこれ、もう京王八王子ってね、目的の駅が出てきませんってね、出てきてね、もうこれ京王八王子までね、切符はね、買えないんですね。ではね、もうこれね、どうやって買うんだ？もう買えないじゃないかってね、思われるかもしれませんがね、まだ方法があるんですよ。それはね、緑の窓口でね、買ってもらうってことの方法です。で、これね、緑の窓口でね、これね、この八王子から京王八王子までの他社さんに連絡切符をお願いしますって言ったんで、これね、発見してくれることがね、あるみたいなんですね。なのでね、まあ、今からね、緑の窓口にね、まあ、行ってみたいと思います。そうです。これね、私、今ね、まあ、緑の窓口にね、まあ、行ってきたんですけどね、これね、注文したところね、すいません、これね、京王線の切符はこれ高尾でもね、買えるんでね、まあ、これね、他社さんの連絡切符は発行できませんってね、言われてしまったんですよ。でもこれね、注文した切符すら発見してくれないからってね、まあ、思った方もね、まあ、いるかもしれませんがね、これはね、まあ、これ仕方がないんですよ。っていうのね、まあ、これはね、まあ、私が注文した切符がね、頭おかしいからっていうのね、まあ、あると思うんですけどね、まあ、これ確かに連絡切符って、ね、発見するのがね、まあめんどくさいんですよ。っていうのもね、これね、切符っていうのがマルスっていう機械で、ね、発見してもらうんですがね、まあ、これね、例えばこれ JR 線内完結のね、まあ、じゃあこの八王子から高尾までの切符だったらね、これ例えばね、乗車駅、まあこれ、ね、八王子、降車駅、これ高尾とかって打ったらね、まあね、自動でね、もうマルスっていうのはね、運賃を計算してくれて、ね、これ多分八王子から高尾まで運賃がね、まあ、160円だから170円だから多分そんなんだと思うんですけどね、まあはい、じゃあね、もうこれ160円ですみたいな感じで、まあ、これね、まあ、ちゃんとね、まあ、運賃をね、まあ、計算してくれるんですがね、もう他社線となってくるとね、まあこれね、運賃をね、まあ、その自動でね、こう計算してくれないんですよ。だからね、まあこれね、まあ、いちいちね、まあこれ、JR 線内のね、運賃をもしかしたら自動で計算してくれるのかもしれませんがね、まあこれ少なくとも京王線内のね、運賃をね、まあ手動でね、まあ、こう160円とかって、ね、まあ、こう入力しなきゃね、まあ、そういけないんですね。だからね、これね、発見するのね、まあ、そう、すごい手間なんでね、まあ、それなかったらね、まあ、これね、まあ、一回ね、高尾でね、もう降りてね、京王線の切符を買い直せばいいだけの話ですからね、まあ、そうしてくださいってね、まあ、言われてしまうんですね。だからこれに関してはね、ふざけんなよ、切符発見しろやってね、まあ、こういうことはね、できないわけなんですよ。しかしね、もうどうせならね、京王八王子ってね、俺、印刷されたね、切符欲しいじゃないですか。なんでね、まあ、今回はね、京王八王子だけじゃなくて、もう他の駅でもね、まあ、ちょっとね、これをね、チャレンジしてみたいと思います。じゃあね、私はね、今からね、府中本町駅、JR 南部線のね、府中本町駅に、ね、向かいたいと思います。で、これ府中本町からね、京王八王子までの切符だったらね、これね、まあ、別にその頭はおかしくないじゃないですか。まあ、JR 側としてはね、まあ、これね、立川経由で JR だけでね、まあ、行ってほしいっていうのはね、まあ、あるかもしれませんがね、まあ、これね、頭がね、そんなおかしくないと思うんで、まあ、そこでね、ちょっと試してみたいと思います。まあ、ではね、今から府中本町駅に向かってみたいと思います。すごい、私たちの連絡切符とは関係ないんですけどね、これ私ね、今ね、府中本町に向かってる途中で、ね、これ、分倍河原駅なんですけどね、これね、これ南武線の線、ホームに、ね、これなんかね、ちょっと物珍しいものがね、通過するみたいですよ。もうこれ、ね、通過しますって言ったからね、ただの貨物でしたかと思ったらね、あら、EF65 じゃないかそして、多分そうですよね。そして、あれはね、もうおそらくね、鉄道マニアに大人気のね、これ、国鉄色。そして、これ、短期ですよね。これはね、なかなかにね、珍しいものが通過しましたね。多分ね、機関車のこう、改装だと思うんですがね、いや、これ、なかなかにね、面白いものが通過しましたね。そして、これ私ね、府中本町駅までね、やってきたんですがね、もうこれね、今ね、緑の窓口に行ってね、これね、この係の人にね、これね、府中本町から、分倍河原経由で京王八王子までのね、たくさん連絡切符お願いしますってね、頼んだらね、もうこれってね、分倍でね、切符が買い直せばね、いいだけじゃないですかってね、言ってね、これね、私たちの連絡切符っていうのはね、発見することはね、断られてしまいました。それはね、力がないことなんですかね。これね、まだね、もう私はね、諦めませんよ。これ、ね、次はね、登戸駅に行ってね、チャレンジしたいと思います。でもね、これね、登戸でね、もうダメそうだったらね、これね、今回はね、これ諦めようと思います。ではね、私は今からね、登戸駅にね、向かいたいと思います。そしてこれ、府中本町駅のホームにやってきたんですがね、これね、向こうの武蔵野線の線路をね、貨物が通過するみたいですかね。あれ、牽引機関車ね、EF65 ですよね。そして今、これね、後ろにはね、これコンテナ車をね、ずらーっとね、繋げております。結構コンテナがね、スカスカみたいですけどね。これね、本日2度目のね、EF65 ですよ。武蔵野線にはね、時々あれ走ってたりするんでね、これ国鉄色とかでもないんでね、そんなね、レアではね、ないと思うんですけどね、これね、なかなかかっこいいですよね。ではね、これね、今からね、ちょうどね、南武線の列車がね、やってくるみたいなんでね、この列車に乗ってね、これね、登戸駅にね、向かいたいと思います。ここからのポイントってね、意外と遠いんでね、ちょっとね、電車に乗ることにはね、なると思うんですけどね、この列車に乗ってね、登戸駅までね、向かいたいと思います。そしてね、これ私はね、登戸駅までね、やってきました。ではね、これね、今からね、これね、緑の窓口に行ってね、これね、京王八王子までのね、私たちの連絡切符をね、発見してもらえるのかね、やっていきたいと思います。そしてこれ私、緑の窓口のところにね、行ったんですけどね、あれがダメだ。これね、めっちゃね、緑の窓口の前にね、行列ができてるんですよ。でもこれ普通のね、切符を買う人でのね、行列なんですけどね、私たちの連絡切符ってね、これね、発見がね、めんどくさいイコールね、発見時間がかかるんでね、これ、ね、多分ね、ガラガラな時じゃなきゃね、まずね、話にもならないでしょうしね、そういう発見してもらえたとしてもね、そう他の人に迷惑かけるのもね、あんま良くないんでね、これ今回はね、これ、諦めることにね、しました。でもね、本当に今回はね、私たちの連絡切符をね、なかなかね、発見してもらえないっていうね、いいね、失敗例というかね、これいいね、いいね、なったんじゃないかなと思います。でもね、これね、運がいいとね、その実際に発見してもらえたりすることもね、あるみたいなんで、ね、皆さんもね、良ければね、ぜひね、そのね、チャレンジしてみてはね、いかがでしょうか。これ私もね、今度でも機会があればね、私たちの連絡切符ね、チャレンジして、ね、もしね、発見してもらうことができたらね、動画にね、したいと思います。ではね、この動画はね、お悩みにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。